はいどうも、今宵も首都攻防記録、進めていきましょうか。今回で2018年分は最後、続きはまた来年という形になる予定です。というわけで今夜から新環状線を、と行きたいところですが、前回の予告通り新車を投入したいと思います。実のところまだシルビアを引っ張っても問題ないんですけどね。ここでイラグ2代目がこの先行ったのボス戦を乗り越えていく相棒になります。国産280馬力プラス、スカイライン、スープラ、セブン、ランエゴにインプ、ここら辺が候補ですか。一応70スープラ、Z あたりでも十分だとは思いますけどね。どっちも確証はありませんけど。というわけでこの攻略で使っていくのは R34GTR。 昔は高性能ゆえに候補から外れてしまいましたが、今の時代はそこまで選べるほどの台数がありませんから、その中で素直に好きな車を、熟成が進んだ RB26 に当てさ、世代最強の国産スポーツカーと言っても過言ではない性能。最大のネックは通し状態で約 1.6 トンに迫る重量。伸びしろはシルビアより上ですが、チューニングが進まない間は重量が足かせとなり加速で今一歩を取ってしまったり、所持金的には普通に渋谷線の攻略から投入できたんですけどね。多少の改造費が必要なので新環状よりとなりましたけど、あ、ナンバーは白夜だと被っちゃうので白霊にしますか。特に深い意味はないです。さて、車も買ったので残りの資金でチューニングを。一応節約は手ずに許す限りの改造を施します。しかし元々のパーツ費用が高くつく車ですから、ここまで引っ張っても高レベルのセットは厳しいかと。ならその資金もシルビアで貯めればって話になりますが、意外とそうもいかないポイントがありまして、シリーズ恒例のワンダラーですね。当然今作にも登場するわけで、その中の一人の条件が走行距離 1000km、今回も全チーム討伐後にまとめて片付ける予定ですが、そこに到達するまでに走る距離から逆算すると、大体この辺で新車を投入する必要があるわけですね。と言ってる間にチューニングが完了しましたね。改めて新環状線へ進出です。外装に関しては次回以降毎回細かく変更を加えていこうと思います。もちろん資金切れというのもありますけど、とりあえず今回はホイールだけ、せめて足元だけでもと。では余談も挟んだところで出撃しましょうか。予告通りまずはナイトから、そして肝心のスタート位置ですが、グリーンでいいか。そこから右回りで湾岸を経由するルートで、今作最強のストレート区間を抜けますが、この第2小程度のライバルであれば問題ないでしょう。現状424馬力に 1.5 トン弱、やはり重量が気になるなぁ。ゼロスタートではないのがせめてもの救いかな。少しくらい重くてもパワーで引っ張れそうです。新環状も久々ですね。初登場の渋谷線も楽しかったですが、やっぱり本命はここなのかなと。あやや、1対2での勝負ですか。また愚かな真似を。この R の前には何台挑んでも同じこと。むしろ探してまだ省けて嬉しいですよ。新環状最初のチームはレーシングストーム、いくつかのチームが解散合併吸収を繰り返したはずといった感じ。その関係もあってどこかで見かけたこともあるライバルもいるんじゃないでしょうか。少なくとも私の走っていた頃の敵は見えませんけど、ここのチームは全然コース上に出現、そのせいもあってあまり印象に残りませんね。せめて強ければって感じですが、首都高の勝手を知っている私にはね、ここまでヒヤッとする場面は何度かありましたが、特に負けを覚悟したこともないですし、R も思ったより走れてますね。加速も悪くはないです。目標はミッドナイトのボスまでに500馬力、間のチームでいくら稼げるかな。結局2台相手にしましたけど何にも問題ありませんでしたね。まあこんなもんですか。ではそのままリーダー戦いきますよ。白ありけ長を得ることとお送りするのはリーダーの赤塚陽線。湾岸線の半ばなのが少し不安要素。少しヤバいなと思いつつの巣を引きます。おかげで加速は同等になったのですが、5速の領域で相手はさらに伸びていっていますね。これはちょっとまずいかも。新環状の一部程度になってしまった湾岸線ですが、やはり小細工は通用しません。C1 と違ってドアが相手も絶望としか、というか暴きようのないという表現が正しいですかね。赤塚陽郎に関しては完全に舐めてました。雑に有明間で結構なスピードが出るというプロフィールは間違いなかったようで、まあ分岐先のコーナーで減速するでしょう。そこまでスピード、あやや、分岐に当たりましたね。これはあっさり逆転できそうだ。駆動形式と重量増によるアンダースペアは挙動も相まって特に問題は感じませんでした。相手上げるとしたらパワー不足、5速の時点で完全に加速は止まっていましたね。気合をいじるって手もありますが、ミッションにかける資金で他をいじりたいってのが本音。目標はエンジンをもうった段階上げることかな。それで500と少しくらいまで狙えるはず。さっ
で、残りはヒロアリ手帳を得ることをお楽しみください。判例には死の用務さんのテーマですね。今回は療養無番をお借りしています。スイム装版もあるのでぜひぜひチェックしてみてくださいね。はい、先行こそされましたが、まずは1チーム撃破。討伐したメンバー数をしっかり管理、湾岸区間に当たらないように強制すればこのようなこともないでしょう。押してダメなら引いてみろ。裏の根回しは悪いことではありませんよ。さてと、さらっと2チーム目もやっていきますか。新環状、86。昔を知っている方には懐かしいチームかもしれませんね。ナイトの新環状2チーム目はアルゲンブス。新環状のローリング台と呼ばれたチームで、86で C1 よりさらに不利な新環状エリアを生き残ってきた模様。アスファルトに刻むブラックマークにこそ走りの真理がある。確か5年前にもそんなこと言ってましたね。向こうにも言えることなのですが、数多くのチームがスネークアイズに潰されている中で生き残れているのはなぜなんでしょうかね。あの RR にブルーライドまで餌食になったというのに。86ワンメイクチームの2つが残っているとは、スネークアイズには私の馴染みのチームを潰したお礼をたっぷりさせていただきたいところですが、当面の目標はスカールバレットとその仲間、彼らを落としてからの話になりそうです。それまでにゆっくりと力を蓄えさせてもらいましょうか。経験とパワーに裏付けられた私に敵はないはず。よし、そのままリーダー戦行きますよ。それではリーダーの戦術のドリフトダンサー戦、行ってみましょう。昔はランエゴで苦戦させられましたが、今はご覧の通り、さすがにここで R が86に負けることがあってはね。いくらテクニカルエリアとは言っても高速道路ですから、若干尺の心配をしながらも全力で飛ばしていきます。ローリがあっさり消える当たりついてこれてもうまいでしょう。これはあっさり決着しそうだな。まあ喋ることもないのでちょうどいいっちゃいいんですけど、そんなわけで今年も最後までのんびりぐったりでしたね。また来年もこんな感じで進むと思いますが、先日のアンケートでは無事トップをいただきまして、やはりここのメインは首都高なのかなと。そんなわけで引き続き制作していきますのでよろしくお願いしますね。おっと、雑談している間に終わってました。今回はここまでです。はい、というわけで今年最後の首都高店のお届けでした。2018年、いろいろと作ってきまして、ある意味チャンネルの方向性を探っていたような気がしてます。そのせいで人のところって覗けませんでしたからね、影響を受けてしまいそうで、それでもシリーズ3本を終了させられて、長編2本と単発シリーズ1本、短編1本、来年上半期もこの形態で進めていく予定です。さすがに収益更新は途切れると思いますけど。さて、最後にお知らせをして終わりです。今まで更新予告に使っていたチャンネルのフリートーク枠ですが、つべの仕様変更により消滅してしまいました。仕方ないのでこれから代わりが見つかるまで予告は Twitter で、リンクを貼っとくのでチェックしてみてくださいね。では今年の首都高はここまで、1年間ありがとうございました。そして来年もよろしくお願いしますね。